están listos. For the 51,000 in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!今5万1000人入ってるって言ってましたもんね。そうですか。はい。Wearing blue, white and red, weighing 146 pounds, his professional record, 27 victories, with 4 defeats and 1 draw, and 23 of his victories are by knockout. From Vimeurté, France, here is the WBC number one ranked welterweight in the world, the challenger, mesdames et messieurs, Patrick Charpentier!世界初挑戦です。フランスからパトリック・シャルパンティエ。And fighting out of the red corner, wearing white with gold and weighing 147 pounds. In 1992, he captured Olympic gold and now as a professional, he has a perfect record. 27 straight victories without a defeat, including 22 knockouts and 4 world titles.From East Los Angeles, California, presenting the former junior lightweight, former lightweight, former super welterweight world champion, and now the reigning and defending undefeated welterweight champion of the world, El Niño de Oro, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. 7ヶ月ぶりのリングです。これが4度目の防衛戦、オスカー・デラホーヤ。ものすごい歓声です。 WBC 世界ウェルター級のタイトルマッチ、まもなく試合開始のゴングですが、濱さん、はい、どこに注目されますか。デラホーヤの今の表情を見ると随分気合入ってますね。入ってますね。おそらく最初から打ちに行くんじゃないですかね。さあ、ご覧のようなサンボールフットボールスタジアムで行われます。観衆は5万人を超えました。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、まもなくゴングです。ご覧のような厳しい表情を浮かべています。オスカー・デラホーヤ、4度目の防衛戦、相手はフランスからやってまいりましたランキング1位のパトリック・シャルパンティエ。待たされましたパトリック・シャルパンティがどんな試合を見せてくれますか。さあ、試合開始です。白のトランクス、おなじみのゴールデンボーイオスカー・デラホーヤ、そしてこれはフランスの国旗をアレンジしたものです、パトリック・シャルパンティエ。左を出していきました。まずオスカー・デラホーヤ、左からスタートしています。一方、ガードを高く上げていますパトリック・シャルパンティエ、ランキング1位。左を出します、シャルパンティエ。2人の身長差は5センチです。リーチ差は10センチ。オスカー・デラホーヤ身長は180センチ、そしてシャルパンティエ175センチであります。若干デラホーヤは足を止め気味で、やっぱり一発狙ってるスタイルですよ。ああ、そうですか。はい。若干止めて右一発を狙ってるでしょう。あ、ヨーロッパ型のアップライト、パトリック・シャルパンティエ、これが33戦目。うんと左を使います、オスカー・デラホーヤ。97年は忙しく5試合を戦ったんですが、この98年は今回が初めての試合になります。オスカー・デラホーヤ、このタイトルも回を重ねて今回が4度目の防衛戦になります。このタイトルはパーネル・ウィティカーから取ったものであります。デビッド・カマウ、ヘクター・カマチョ、ウルフレド・リベラを倒しまして、今回が4人目になります。まあ、シャルパンチ、右にパンチありますからね、はい、ちょっと注意した方がいいですね。シャルパンティエはこのオスカー・デラホーヤを当然のごとく認めています。確かに彼はかなりのスピードとパワーを持っている。しかし、どんな選手だって倒されることはあるんだと、このデラホーヤだって例外ではないであろうとシャルパンティエは言っています。世界タイトルをホームへ、フランスへ持って帰るつもりだとパトリック・シャルパンティエ。大歓声に押されましてデラホーヤ、この競技場のほとんどのお客さんがデラホーヤを声援しているようです。んと、タイミングがかかっています。今の右ちょっと効きました、左、右、
ガードブロックの上ですサルパンチェ、ガード硬いんですけどね、硬いんですがガードの上からでも打ち込もうというスタイルになってますね、あのデラホーヤ、綺麗にストレートも伸びていきますデラホーヤ。残り30秒切りました。第1ラウンドです。相当な圧迫感感じてますねサルパンチェ。そうでしょうね、はい、上から見下ろすような格好になっていますオスカーデラホーヤ。身長差は5センチなんですが、おそらく実際はもうちょっとありそうな感じであります。そうですね、ずいぶんありそうな感じしますね。このテキサスに乗り込んでいますスタッフが実数したところ、測ったところもうちょっと低いようだという答えが返ってまいりました。ゴングです。第1ラウンド終了しました。まず小泉さん、はい、10対9デラホーヤですね、はい、まあ、有効なクリント多かったと思います、はいはい、私もデラホーヤ10対9です。そうですか、これがオスカーデラホーヤのコーナーであります。アルカサールとそれからクランシー、この両トレーナーが出ています。まあ、このギル・クランシーというのはですね、かつてエミル・グリフィス そのマネージャートレーナーしてみたんですね。こちらのチーフセコンドはですね、ルイ・アカリエスですね、はい、今一番上に名前が出ています。だからフランスはですね、今もう上げ潮ですね、5人 その世界チャンピオンいるんですけど、そうですね、AB スターズプロモーションですね、アカリエスブラザーズ、はい、アカリエス兄弟がやってるんですけど、ミシェルとルイがやってるんですね、はい、このルイの方が10セコンド入ってるんですね、うん、パトリック・シャルパンティアはこのオスカー・デラホーヤの前回の試合を見ています。しかもリングサイドで観戦しておりました。12月6日ウィルフレド・リベラ戦を目の前で見ました。パトリック・シャルパンティア、さあ第2ラウンドに入りました。 WBC 世界ウェルター級のタイトルマッチです。左打ちか、シャルパンティアが浜田さん、はい、左を出しながら声を出している走っているようですね。まあ、もともとそういったタイプなんでしょう、ね、打つときに声を出しながら打つ選手なんでしょう。ガードを両ガード高く頬を隠しながら上げて戦います。ただシャルパンティア一緒になってボクシングをしてしまうとデラホーヤ圧倒的に強いですからね、うん、そうですね。この左のリードブローもかなりのストレート威力があります。オスカーデラホーヤ、おっと、まあ、ブロック硬いのはいいんですけど、見てしまうとデラホーヤどんどん調子乗ってきますよ、オスカーデラホーヤ、このエルパソには来るのを本当にワクワクしてこの街にしていたということであります。オスカーデラホーヤ、まあ、元々がメキシカン系のこのオスカーデラホーヤであります。当然ながらこのメキシコとの国境の街エルパソで行うことはビッグイベントになります。まあ、シャルパンチェコーナーの指示なんですけどね、はい、デラホーヤのですね右肩を狙えと。ほう、右肩というのは今リードブローこちら、あ、失礼、リードブローではなく右奥に行ってる方ですね。右を出しました。今オスカーデラホーヤ左を出します。オスカーデラホーヤになります。今回のこのトレーニングキャンプではこの試合に関してはあまり時間を費やさなかったと言っています。7、8週間の準備を転びました、転びてまいりました。オスカーデラホーヤ、自分に意欲を与えてくれるのは対戦相手の名前では質ではない、イベントに向かっての練習が自分は好きなんだ、試合が好きなんだと言っています。オスカーデラホーヤ左オート、いつもながら浜さん、はい、かなり強い左ですね。ブロックの真ん中を突き破ってますよね、まあ、シャルパンチェもともとブロックが硬いということが評判なんですけどね。ロープに押し込みました。受けてやろうとするとどんどん、デラホーヤ出てきますからね、はい、一緒になって見てボクシングしちゃいかんですね。残り40秒切っています。第2ラウンド、ただどうにかしようと思う気持ちはあるんでしょうけど、相当な圧迫感感じてるでしょう。そうでしょうね。挑戦者のシャルパンティアは引き分けを挟んで現在11連勝、そのうちの9つが TKO あるいは KO によるものであります。パンチを持っています。ブロックの上、ガードの上です。あっと、インサイド、そろそろ入っていきます。ペネトレート、真ん中を突き刺していきます。オスカーデラホーヤ、今度ボディガード、エルボーの当たりですが、その上からも叩いていきます。オスカーデラホーヤ、みんな強いパンチですね。そうですね、捨てるパンチがないですね、強弱つけて軽いパンチっていうのが。第2ラウンド終了です。浜田さん、このラウンドも10対9デラホーヤです。これデラホーヤのお父さんですね、右側の方です。大きな方、オエル・デラホーヤシニアですよね、はい、小泉さんはどちらでしょう。私もデラホーヤの10対9ですね。
第2ラウンドまでご覧いただきました。坂本さん、ここまでどうですか、この試合印象的には。いいのを見てる。やはりパンチの一つ一つがキレがあって、どのパンチでも倒れるんじゃないかっていうような殺気がこもってますね。本当にその通りですね。まあ確かにあの見てるあのファンの皆さんも浜田さん、はい、テレビの画面からもそれ十分感じ取ってますでしょうね。あのテレビの中からそれだけあるというと、リングサイドで見てるともっとありますからね。おそらくそうでしょうね。オッズの上ではかなりの開きが見られています。オスカー・デラホーヤ対パトリック・シャルファンティエ。まあ世間の一般の注目はデラホーヤが一体どういう形でこのシャルファンティエを倒すのか、その辺に注目が集まっていますが、どうしてどうしてこの今勢いがありますフランスのシャルファンティエ、一発を放つ力、倒す力を持っていますシャルファンティエです。まあ最近3年間負けがありませんからね、シャルファンティエも。そうですね、絶対にこのベルトをフランスに持って帰るんだと豪語しています。それからあの小泉さん、デラホーヤはですね、今回の試合はキーは自分のジャブだと、はい、ついて非常に早く動く、そしてフェイントをして相手を混乱させる、相手はパンチあるの分かってるんで自分は相手の前には立ったらデンジャラス、危険であろうとこの言っていますが、まあ当たり前のようなコメントですが、デラホーヤからの口からそういうことが出てきました。どういうことを感じますか。だからシャルパンチェのそのパンチ力っていうのを、左でダウン奪いました。若干足が揃っていたのか、左を奪いました。右の開始ですね。ああ、そうですか。ガードの上を振り切りましたよね。ああ、ダウンを奪いました。第3ラウンドです。今のは決して揃ったわけじゃないですよ。ああ、そうですか、はい、今のパンチですね、右から左フックの開始ですね。そうですね、もう一回それ続けました。左のアッパーでダウンです。腰が下に落ちました。真ん中から突き上げましたね。立ち上がりましたシャルファンティエ。どうでしょうか。聞いてますよ、聞いてますよ。この試合はノースリーノックダウンルールです。このラウンドあと1分以上ありますから ねちょうど仲間であります。この試合このラウンドで終わりそうな気配があります。オスカーデラホーヤ、さあ畳みかけに行きますか。これだけデラホーヤにしっかり 見られてしまうとシャルパンテどうしようもないですね。7ヶ月の休養がオスカーデラホーヤに力強さと、それからおーと右だ、簡単になりました。今試合終了です、ね、試合終了です。いやー、どっかディフェンスが開くところ開いた瞬間右打ち落としましたね。見事なカウンターになりました右。あー、さすがですね。まさに相手を打ち落とした、そんな感じの右のストレート、オスカーデラホーヤ試合をあっけなく決めています。しかしあのシャルパンテガードへ一回も手を出さないで相手が出てくるのを待ってるんですね。あのまたシャルパンテとするとあれだけ 見られてしまってもう打つ以外ないわけですよね、それで若干左を動かした瞬間に右打ち落としましたからね、はい、右のストレートから左を返しましたオスカー・デラホーヤ。このダウンが最初のダウンですね。そうです、はい、これがナンバー2です。2つ目のダウン、見事にガードのもう空いてるところ空いてるところ行ってますね。コンビネーション全てが当たってるという感じです。別角度、試合が始まる前強風が吹いていたこのエルバソ、しかも熱風だったわけですが、その熱風を跳ね返すほどのものすごい疾風怒涛のこの第3ラウンド見せてくれました。オスカー・デラホーヤの3つのダウンシーン奪ったシーンであります。今の左を軽く開けた瞬間ですよね、相手ジャブ出したんです。ジャブの返り際ですね、